三子、伊藤酸化は有機化学で用いられる化学反応である。1978年に、サエグサタケオと伊藤ヨシヒコによってアルファ、ベータ不法はカルボニル化合物を得る手法として発見された。もともとこの反応は、シリルエノールエーテルの合成に続く、サクサンパラジウムと1、4、ベンゾキノンの処理によって対応するエノンを得る手法として報告され、 クプラートのような吸覚剤による1、4負荷に続いて不飽和結合を再生するという使い方を想定したものだった。非観式化合物を用いた場合、熱力学的に安定な言体が選択的に得られる。この発見は、その8年前の酢酸パラジウムと不活性ケトンから低周率で同じ生成物を得たという研究に基づいている。三子、伊藤による 主な改善点は反応種がエノールであると認識した上でシリルエノールエーテルを用いる手法を開発したことだった。この反応はほぼ科学量論量のパラジウムを必要とし工業的に用いるには高すぎると考えられているがより優れた触媒の開発も進んでいる。欠点はあるものの複雑な分子に温和な条件下で反応元を導入する手段として三子・ 伊藤酸化は合成の後期に使われている。まず、エノールがシリル元を失ってパラジウムに配位し、オキシアリルマイナスパラジウム作体を形成する。これは、ベータ水素脱離によって水素化パラジウムエノン作体となり、そこから還元的脱離によって、作酸、PD0 目的の生成物を得る。ベータ脱離は過逆なので、反応は熱力学的支配を受け、 非観式化合物の場合化学並行は E 体の生成に傾く。また、生成物は安定な PD0 オレフィン作体となるため、パラジウムを再酸化して触媒的に用いることが困難になっている。3子伊藤酸化は適用範囲が広く複雑な分子の古典的合成に広く利用された。2006年、福山トールによるモルヒネの合成はその例で、 カルバメイト、エーテル共存下での酸化に用いている。サミュエル・ダニシェフスキーによるペリビシーの体の合成は、カルボンと3マイナス1、3ブタジエンのディールスアルダーフ化に続く酸子、伊藤酸化で始まる。この場合は、あるンカルボニルが共存している。ヤング・チャンツによるガランタミンの合成でも、酸に弱いアセタールを共存させている。ラリー・オーバーマンによるラウレニン合成では、 クロロクロム酸ピリジニウムに続いて、酸脂、糸酸化を用いることで、ワンポット酸化を実現している。この場合もハロゲン、トシルモトが共存している。デビッド・アール・ウィリアムズの三部トキシン合成では、保護されない、エノールを用いた新しいタイプの酸脂、糸酸化を使っている。生成したエノンは、エノールに戻ると同時に炭化し、テトラヒドロピランカンを生成する。続いて、 メトキシメチル元を脱保護し、前後成が完了する。パラジウム症は効果であるため、改善の大半は、パラジウム塩をいかに触媒的に用いるか、ということに焦点が当てられている。元々の方法では50モルパーセントの、酢酸パラジウムが必要であり、工業的に用いるにはあまりにも、高すぎる。この点に関しては、 再酸化剤で PD2 を再生するという方向性での進歩があった。具体的には大気中の酸素を用いるものと化学量論量のアリルカーボネートを用いるものがある。前者の方法には1995年ラークによるものがある。この方法は西田のプラティフィライド合成への適用によって反応速度が遅く、収率も低いという欠点があることが示された。 後者の方法には、科学量論量のジアリルカーボネートを用いるものや、辻次郎によって開発された他のアリルカーボネートを用いるものがある。この場合、用外の選択が重要で、ニトリル系では望んだ結果が得られるが、エーテル系だと、アルファー、アリルケトンが生成してしまう。この方法は、柴崎正勝によるストリキニーネ全合成などに用いられ、大きな成功を収めている。 ありがとうございます。